で、株式会社 NTT ドコモ、スマートライフ戦略部 XR 推進室の、赤沼と申します。よろしくお願いいたします。本日は、メタバースと Web3 の可能性ということで、お話をさせていただければと思います。まず最初に、ちょっと簡単な自己紹介の方をさせていただければと思います。私は新卒で NTT ドコモの方に入社しまして、このような形で、さまざまな企業の方に、転職という形でですね、参画させていただき、2020年、正確には2019年末に、また NTT ドコモの方に、復帰という形でですね、戻ってきておりまして、現在、メタバース Web3 の、事業戦略の方を、担当させていただいております。こちらの経歴のところでですね、少しお話をさせていただくと、こちらをご覧になって、お分かりの通り、さまざまな会社、特にですね、エンターテイメント、具体的には音楽、映像、あと出版で、あとはですね、ゲームというようなところの、いわゆるエンターテイメントの、領域においてですね、さまざまな、新規事業というところにですね、直接的にも間接的にも関わってきたという経歴がございます。音楽配信というところ、今では当たり前になっているストリーミングのところであったり、電子書籍、はたまたですね、e スポーツというようなところをですね、この立ち上がりの、ところをですね、その瞬間瞬間で携わらせていただいたという経緯がございます。こうした中でですね、改めて今ドコモでメタバースと Web3 というところに携わらせていただいております。よろしくお願いいたします。ではまずメタバースというところから、お話をさせていただければと思っております。でまずメタバースとは何かということになりますが、メタバースとはですね、今、メディアの中でですね、このワードが飛び交わない日がないというぐらい、いろいろなところで騒がれていますが、ひとえにインターネット上に作られた、仮想の空間というふうに我々は認識しております。ですので、この空間を、提供する場所にですね、お客様、ユーザーはですね、自分の分身となるキャラクターのアバターというものになってですね、周囲のアバターとコミュニケーションなどを行う。またですね、さまざまここにですね、機能やコンテンツを追加していくというところでですね、遊び、買い物、将来的には仕事といったような日常生活のですね、すべての活動をこの空間内で行えるというところがですね、メタバースというふうに、定義づけております。で、ここで少しあるのが、VR、いわゆるバーチャルリアリティとメタバースが同義で語られるということが多いんですけれども、正確にはですね、メタバースとは先ほど申し上げました通り、インターネット上に作られた仮想の空間というものを指しておりまして、バーチャルリアリティは仮想現実っていうところですね。実際には起こっていないっていうものであったり、この空間を仮想的に体験するということを目的にした、いわゆる手段であったり、技術というところなので、メタバースと VR というものは、同義で語られるものではないかなというふうに思っております。これすなわち何を意味しているかというとですね、メタバースというのは決して新しいものではなくてですね、かつ、この右下の、写真にあるように、ゴーグル型の端末というものを持っていなければ体験できないというものではなく、自由に気軽に、体験ができる空間というものがメタバースだというふうに我々としては定義をつけております。ではなぜ、このメタバースというのが、ここ、1、2年の間に騒がれ始めたかというところなんですけれども、皆さんもご存知の通り、コロナ禍というですね、感染症が、グローバルでパンデミックを起こしたという中で、ご記憶にも新しいように、外出禁止であったり、自粛というようなものが続いた中でですね、日本だけではなくて、海外の人たちがこう家に閉じこもって、様々な
営みをしていた中で、オンラインゲームという呼ばれるゲームの中でですね、通常ゲームを行うためのコミュニケーションツールが、ゲームをしないでコミュニケーションが活発化してきたというところですね。これを、いろいろな人たちがですね、これもしかしたら、オンラインのゲームというのはですね、新しいコミュニケーションや創作活動、経済活動の場なのではないかと。いわゆる新しいインフラになるのではないかという、可能性と期待感というものが醸成されたのではないかというふうに、我々としては、この、1、2年の市場の動きを見ているというところになります。で、メタバースというのがですね、言い換えるともうこれぐらいなものでして、むしろ、ここからですね、じゃあこのメタバースとセットになってくる Web3 と呼ばれるものですね、こちらの方が、非常に我々としては重要だと思っておりますので、こちらの説明の方をさせていただければと思っております。で、まず Web3。Web3 という言葉で語られることはないんですけれども、まずこの Web3 というものですね、何かというと、分散型台帳技術と呼ばれるもの、ブロックチェーンと、言葉を聞き、お耳にしたこともあるかもしれませんが、ブロックチェーンと呼ばれる技術をですね、基盤とする新しいインターネットと呼ばれております。で、どういう構成になっているかというと、少しちょっとシステム的なお話になりますが、従来の、インターネットというのはですね、中央にあるですね、企業であったり団体、いわゆる第三者の機関というものがですね、サーバーを用意して、この中にですね、様々なコンテンツや情報、もしくは、取引のための仕組みを入れてですね、そこにユーザーさんたちがアクセスをしてくると。いうような世界であったかと思っております。このサーバーの中というものの、各履歴というのは、このサーバーを提供しているですね、機関が管理していて、かつセキュリティ含めた信頼性を担保するというのが従来型のインターネットの技術でした。が、このブロックチェーンを使うというところは、いわゆるピアトゥーピア、個人対個人、サーバー、パソコン対パソコンというものが直接つながっていき、中央にですね、こういった第三者機関が入らずですね、全員でですね、このチェーンというものをですね、共有することによって、信頼性であったり、取引履歴を共有していくというようなところになっております。これがいわゆるブロックチェーンの技術と呼ばれております。じゃあ、この2つ、このですね、ブロックチェーンを使う、Web3 というものが入ることによって、どんな変化が起きていくのかということになりますが、まずですね、Web1.0、Web2.0、Web3 というふうに、呼ばれておりますが、まずですね、Web1.0、2.0までの市場というのは何が起きていたかというと、いわゆる Web1.0、インターネットが、黎明期のところですね、具体的には1995年ですかね、日本だと、Windows 95が出てきた、パーソナルコンピューター、PC が世の中に普及をしてきた時というところになりますが、この時にはどちらかというと、ブラウザーポータルで情報収集、具体的には例えば、ヤフーさんであったり、そういったポータルサイトというものが立ち上がり、そこの、事業を行う機関が情報収集をする。で、その情報をユーザーが見に行くという一方通行の世界が Web1.0 だと思っております。で、次に Web2.0、いわゆる SNS ですね。日本だと、Mixi さんであったり、Gree さんが出てきたとき、グローバルでは、今のメタ社さん、Facebook さんとかが出てこられたときというふうに思っておりますが、このときですね、こうした、プラットフォーマーのおかげでですね、いわゆる、個人が、情報を発信することができるようになってきたというふうに思っております。これが、いわゆる、CGM と呼ばれるですね。ユーザーさんたちが、ユーザーさんたちの力でですね、メディアを作っていく。YouTube であったり、Instagram というようなものですけれども、こうした、中央にいる、
第三者がプラットフォーマーと呼ばれる機能を果たし、まあ、そこにユーザーさんたちがですね、情報を上げることによってですね、この、プラットフォーマーがメディア化していくというところですね。まあ、こうしたところが、可能になってきたのが Web 2.0。ただ反面ですね、この愛の真ん中にいるプラットフォーマーたちが、まあ、非常に大きな力を持ってきているというところですね。これが今の現状の世の中だというふうに理解をしています。じゃあ、このですね、Web 2.0の世界に、Web 3.0っていう、3.0はいらないですね。Web 3と呼ばれているものですね。ここで何が起きたかというとですね、まずこの下にあるブロックチェーンの特徴ですね。中央に、人がおらず、機関がおらず、ユーザー同士でですね、管理していく分散管理という特徴。で、対階組成、いわゆる、改ざんが非常に難しい、セキュリティが担保されている、ものがあるというところがもう一つ。で、あとは、このチェーンと呼ばれる、ところに全ての履歴を書き込んでいくがゆえにですね、トレーサビリティ、いわゆる、追跡が非常に簡単になってくるというところですね。で、あとはスマートコントラクト。これはブロックチェーン上の、契約の技術ですけれども、ある条件を、満たしたら、その契約が遂行されるというですね、ブロックチェーン上の、契約と、まあ、こういったものをですね、実現するブロックチェーンを活かすことによって、いわゆる中央に管理者を介さずに、個人個人がですね、やり取りをする、個人個人で、共同運営をしていく、という、これが DAO と呼ばれる、言葉で、メディアには歌われていますが、DAO というですね、ものが実現してくる。まあ、DAO というのは、分散型自律組織と呼ばれるところで、間に企業であったり第三者がいない、新しい形の組織と呼ばれているところになっております。まあ、こうした、いわゆる組織的な考え方とかですね、各個人個人の動きというところまで影響するような、技術というのがこのブロックチェーンであり Web3 だというふうに理解しておりますし、まあ、こうしたところですね、いわゆる、何をするにも、お金を稼ぐのも、ネットワークを管理するのも、すべて、個人が行える DAO という変化が、起こっているというのが一つ大きな変化だと思っております。で、もう一つの変化というところになりますが、NFT と呼ばれるところですね。すいません、これちょっと一部、ファンジブルの A が本来では言うんですが、ちょっとここは、タイプミスというところでご了承ください。ノンファンジブルトークンと呼ばれている、NFT。まあ、この NFT というのが非常に今、メディアを含めてですね、バズワードとして、耳にすることも多いかと思います。で、これはいわゆるブロックチェーンの技術を使うというところになりますが、これによって何が起きるかというと、まあ、ここの、スライド上ではメタバースの空間の土地や建物、アイテムということが書いてありますが、すなわち、これまであったデジタルのコンテンツ、すべてをですね、資産にしてしまうことができる技術だというふうに理解しております。まあ、具体的には、一つの事例というかですね、少し分かりやすい例えとして、下にあるのが、現状、現実世界の中で土地というものは、価値を持っており、まあ、不動産という形で売買をされていくというのが、まあ、一般的なものだと思いますが、この際ですね、不動産屋さんに、斡旋をし、で、不動産屋が、法務局に登記をしていくと。で、これを、所有者が売りたいとなった時にですね、まあ、その購入者もまた不動産屋を介してですね、登記簿登録をしていくというところが通常だと思うんですが、これを、ブロックチェーン、NFT という技術を使っていくとですね、同じようなことが、いわゆるこの仮想空間、あとはデジタルの、市場の中でもできてしまう。まあ、もともと、資産の所有者というのが、マーケットプレイスを通じて、ブロックチェーンに NFT として登録をしていくと。で、それを、まあ、売買、
引き渡しをするとなるとですね、また、マーケットプレイスを介して、ブロックチェーンに投機をしていくというところです。まあ、こうした、ことを可能にする技術というのがブロックチェーンであり、まあ、こういうふうにですね、資産化されたものを NFT と呼んでおりますが、まず、この前のスライドでお話しした、DAO と呼ばれる、組織と、この NFT ですね、資産化していく NFT。この2つがですね、今後の、人々の営みであったり、経済に大きな影響を与えるというふうに言われております。では、じゃあ具体的にどういうことが、起きていくんだろうというところから、また次のページでお話をします。現実世界ですね、今我々がここに住んでいる世界というのは、社会生活を営むために、様々なルールが存在していると思っています。法律や価値、コミュニティ、企業、学校というところですね。あと通貨、金融という、大きな括りの、社会生活の中に、こういったルールが存在していると思っております。で、これを Web3 を用いると、このルール構築が非常に簡単であると呼ばれております。いわゆる法律というのは、ブロックチェーン上の契約であるスマートコントラクト。で、価値担保というところでいくと NFT。で、コミュニティ企業というところに、変わるのが、DAO ですね。で、通貨は仮想通貨。で、少し、ここでは触れませんけれども、金融というところは、DeFi と、ディセントラライズドファイナンスと呼ばれている、分散型金融と呼ばれているものですね。こうした形で、リアルに現実世界で、構築されているルールというものをですね、インターネット上、メタバース上というところにですね、同様なルールを構築できる技術と呼ばれているのが、Web3 と呼ばれる、新しい技術だというふうに我々としては理解をしているというところです。ですので、このメタバースと呼ばれる、新しい、空間ですね。ここと、この Web3 と呼ばれるものを掛け合わせていくと、新しい生活インフラ、新しい経済圏というものがですね、できるだろうというふうに、我々も考えておりますし、世界各国のですね、様々な、方々というのが、もうこの価値を、いち早く見出して、もうこの未来に向けてですね、新しい経済圏を作るべく、群雄割拠しているのが現在というふうに我々としては理解しております。じゃあ、我々も含めたですね、じゃあこの日本と呼ばれる、国の中でですね、このメタバース Web3 というのがどういう可能性であったり潜在能力を秘めているかというところですね。こちらについて少しお話をさせていただければと思います。まず、ご存知の通り、日本の国土と呼ばれているものですね。面積でいくと、38万平方キロメートル。世界ランキングという、ランキングっていうのもちょっとおかしな話ですけれども、国土の広さでいくと、だいたい61位と呼ばれています。ただ、ここにですね、いわゆる領海であったり、排他的経済水域を含めた海域面積と呼ばれるところですね。こうしたところを含めると、447万平方キロメートルで、いきなり6位まで出てくるというのが、日本の国土であり、このですね、我々が住んでいる国土というのは、森林に、満ち溢れており、湧き水、飲み水も含めて、非常に天然の、資源が豊富であるというふうに思っておりますし、この海洋面積というところもですね、昨今ではこの海洋に資源があるんじゃないかと呼ばれているところもありますし、漁場も含めてですね、豊富な資源がある国だというふうに思っております。ただ、ここにですね、メタバースと呼ばれる、仮想の国土ですね。これが構築できるのではないかというところが一つ大きな可能性だというふうに我々は考えております。しかも、この、メタバースと呼ばれる、仮想の第三の国土はですね、国境がなく、広げようと思えば、大きく広げられる、世界だというふうに思っておりますので、新しく、経済圏を構築していくというところのですね、おそらく、世界各国の方々で、この事業を営まれている方々というのは、行き着く先はここを見据えているというふうに、
個人でも思ってますし、まあ、我々も企業として見たときに、こうしたところまでやはり行くべきだろうという議論は、しているところです。じゃあ、この国土と呼ばれている中にですね、当然いろんな資源がなければ、経済圏は生まれてこないというところなんですが、もうすでに我々の中ではですね、かなり、資源が豊富にあると思っております。でも日本っていうのはもう我々からするとですね、もうコンテンツと呼ばれる天然資源の宝庫だと思っております。まあ先ほど冒頭に自己紹介をさせていただいておりました時にお話しさせていただいてますが、まあ、私自身ですね、まあ音楽、映像ですね、あと出版、ゲームと呼ばれている、まあエンターテインメントのコンテンツ業界の中で、ずっと十数年生きておりますし、まあ、それぞれのところでですね、まあ、海外を含めたところで外国人の方々と交流させていただく機会も多くありました。で、その際にですね、まあ、この日本が持っているコンテンツ、クリエイティブというのがですね、日本人が、想像している以上ですね、もう本当に感覚値でいくと数倍以上ですね。はい、数倍、もう評価されているというふうに我々としては見ております。ですので、こうしたですね、まあ、いわゆるこう豊富なコンテンツの資源を持っている日本という国ですね、まあ、この資源を活かせる場所というのが我々としてはメタバースというふうに思っております。で、また今ですね、やはりその Web 2.0の世界でいくと、このいわゆるこう特定のプラットフォームに、特定の、有名な IP というところをですね、こう深くですね、こう特定の IP を、まあ、前面に出してですね、アピールしていくというところがあるかと思っておりますが、まあ、この、メタバースと世界は、究極論で言えば、一人一人がですね、クリエイターになれるチャンスがありますし、すでにクリエイターとして活躍している方々というところのですね、新しい発表の場としてですね、大きなチャンスを見出せる場所なのではないかというふうに、我々としては持っております。で、またそのクリエイティブというところもですね、まあ、ここに記載されているようなものではなくてですね、まあ、本当に一つ一つですね、個人の得意分野ですね、まあ、ほんのちょっとした踊りが得意だとかですね、ちょっとしたジェスチャーを作るのが得意だ、モノマネが得意だ、まあ、何だってこれはコンテンツとして成立していきますし、それが豊富な資源であり、このメタバースというところを介していけば、究極、グローバルにですねアピールができていく、まあ、国境のない世界ですので、こうしたところをですね、我々としては可能性として見出して、今さまざまな企画事業の方の展開を構築しようとしているというところになっております。ですので、まあ、一方でですね、じゃあこの日本の立ち位置というところですね、我々としては、もう日本というのはこういう大きな資源であり、これを資産化するというところでの商機を見出しているんですが、もう外の、ですね、日本以外の国というところに、目を向けると、まあ、今実際ですね、すごい、ことになっています。これはもうすでにご存知の方もいるかと思いますが、メタバース Web3 という事業に関しましては、日本では、感覚的にですね、5年は遅れているというふうに思っております。今ですね、我々、2020年、2019年ぐらいからですね、この企画、計画というところをですね、社内では実行を始めているところではありますが、もうその時点ですでに、海外では2年、3年先から、皆さんこのメタバースと、Web3、ブロックチェーンというものを用いた、ビジネスというところにですね、目を向けていて、しかもそれは、エンターテイメントだけではなくて、技術領域、金融領域ですね、まあ、その他人材領域、
域からですね、小売領域に至るまで、まあ、様々な企業が、数年前からですね、この市場をめがけて、技術開発であったり、ビジネス開発というところをですね、進めているというふうに、思っております。で、もう今、これが、一部でしょうけれども、インターネットブロックチェーンファウンデーションというところに、載っているカオスマップですけれども、もう本当に、欧米だけではなくですね、東南アジア、中国の企業というところも積極的にここに乗り出していますが、非常に残念なのが、この中に一社たりとも日本の企業はありません。っていうぐらい、日本の企業というところは、まず知識レベルから、この、世界では、大きく出遅れているというふうな、認識を我々としては持っておりますし、で、当然この企業が、今何を、狙ってきているかというとですね、先ほどあった、日本のコンテンツ資源を狙ってきているというふうに、我々は認識しています。まあ、事実、様々な IP さん、様々なクリエイターさん、アーティストさんというところがですね、ご自身ももう活躍の場が日本にはないというところで、海外の、こうした企業とタッグを組んで、どんどんと、外に出ているというふうな、認識でおりますし、まあ、ここに書いてある企業そのものもですね、日本が持っている、豊富なですね、このコンテンツ、クリエイターというものを、めがけてですね、粛々と、交渉を始めたりですね、まあ、言葉を選ばずに言うと、奪い合いを始めているというようなところはですね、もう私の、仕事をしているすぐそばでもですね、現実起きているというのが、実態です。ですので、もうすでに日本としてはもうこの領域でもかなり乗り遅れているので、我々としてはですね、やはりその日本の、資源、コンテンツというものをですね、しっかりと、グローバルに発信していきつつですね、収益を獲得していく。で、はたまた新しいですね、このクリエイターさんたちが、生まれてくる土壌をですね、作っていき、継続的にですね、この日本から、世界に誇れるクリエイティブが生まれていく土壌を作っていこうというふうに、考えているというのが、我々としては、この事業に取り組んでいく意義だと思っております。で、ちょっとお時間が短いので、もうすでにまとめというところになってきますが、まずメタバースというところに関しましては、国境がないフィールドで挑戦ができるというところで、特にですね、日本の本当に誰もが知らなくても、一部の人が知っているすごく優秀な才能というのが豊富にいると思っていますが、この日本のクリエイターさんたちにとって、このメタバースというのは大きなチャンスの場所だというふうに思っております。で、またこれを支えていく Web3 という技術もですね、いわゆるこうコンテンツを作るもの、お金を稼ぐのも、ネットワークを管理するのも、すべて、ユーザーさん、クリエイターさん自身になってくるというふうに思っております。ただ、これを、クリエイティブの世界とメタバースの世界だけではですね、成立しないと思ってますし、まあ、クリエイターさんであったり、この日本の情報の発信の場というところでですね、フィールドが広がった反面ですね、各個人にやはり自己責任というところをですね、課される範囲も大きく広がってくると思ってます。ですので、こうした、メタバースとですね、Web3 という世界を、きちんと構築していくっていうところにはですね、やはり、法律であったり、ルールっていうところ、まあ、あとは技術というこの側面で、企業であったり、国が支援していかないと、また、海外の、いろいろな企業であったり団体に、日本の豊富な資源が奪われていくんではないかという危惧を我々としては持っているというところですので、まあ、こうしたところをですね、まあ、我々ですね、まあ、一企業ではありますけれども、ここの下支えができるようにというところでですね、現状ここを、このメタバース Web3 という事業を、進めているというのが、我々の、今の立ち位置となっているというところで、まとめとさせていただきます。